よしです。のののよんとテンションいやいやこんにちは、ほのぼのでいや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 。今回ですね、前にディズニーランドの方に行ったんですけれども、そちらで買ったものを紹介したいと思います。ディズニーシーでの購入品紹介の動画、まだ見てない方は概要欄リンクありますので見てみてください。そちらですね、結構ネタバレしてしまいますと、食べ物系をたくさん買ってるんですね。そして友達にあげるお菓子とかお土産とかの紹介をねたくさんしておるんですけれども、今回は自分たちが欲しかったもの、私はですねランドに欲しいものがありまして、それがねあって、はい、購入できたということで購入品紹介したいと思います。思ったんだけどさ、時間結構詰め詰めじゃなかった、ランドの日って。そう、うん、4人で一緒にいる時間がすごい多かった気がする。ランドはパーク内が広いから、 C に比べてやっぱりだからだと思うし、ほのぼのは C の方が好きだからさ、 C の自分の乗りたいものを乗っていってるんで、私 C よりランドの方が全然好きだから、 C も好きなんだけどね。好きだけど、ほのちゃんみたいにこう何回も何回も同じで乗るとかじゃなくって、まんべんなく好きなものを乗っていくのよ。ほのぼの別にランドで絶対乗りたい乗り物とか特になかったじゃん。スプラッシュマウンテンが乗りとか、スタンバイパスで20分、頑張って私叫んだり喋ったりしてたんですけど、全部取れてなかったみたいで、夜乗れたら乗りたいです。あ、それぐらいじゃん。だから、うん、一緒に回ることが多かったと思う。でも後で分かったことは、スプラッシュマウンテンあれ1回しか乗れなかったのね、うん、なんと音声取れてないっていうね。そうですね、ピエンピエン。私ですね、 C にはこちらを豚ちゃんをしていきまして、ほのぼのはこのシンバをね買いました。ランドではですね、白い被り物が欲しいなと思いまして、うちにですねこちらのナイトメアちゃんがおらっしゃるんですけれども、これですねもう1000年以上前、ほのぼのがちっちゃい時に緊急でディズニーに行った時ですよね、うん、はい、あの日もね本当に感慨になりましたからね。ほのちゃん多分覚えてないと思うんだけど、冬にまめことまめこのお姉ちゃんとほのぼのでなんかプラッて行ってた気がする。初めて知った、びっくりみたいな感じで、これ打ちかぶってた記憶はある。そうそう、幼稚園の時かな、うん、幼稚園入ってないかもしれない、ほんとちっちゃい時に、こういう顔の時、そう、こういう顔の時にそう、流行ってほのぼのがいた時に周りの人全員かぶり物してたんだって。だからほのぼのにかぶせたいって思ってまみこが買ったやつでございます。なんでほんとにめちゃめちゃ古いから、これちょっと汚れてたりするので、しかも今これ見ないじゃん、これ私はしていこうと思ったんです。ですのですけど頑張っていこうと思ったんですけど、今ね、何度ね、新しい乗り物がたくさん増えて、ベイマックスちゃんね、マットベイマックスです。ベイマックスちゃんね、いるじゃない。ベイマックスのこれ、白い被り物がね、出たということで、私はランドに行ったらそれにしようと思って、これ持ってったんだけど、一応ね車内でも被ったんだけれども、やっぱりランドで新しいの買おうと思って、今日はハロウィン気分の方が若干一回鏡貸してくれ。おはようございます。やばい、これめっちゃラメンラメン、このコンタクト誰とも被んない。これで美女と野獣乗られるんですか。これで美女と野獣のエリア行くって。いや、ベイマックスが欲しいんだけど、でもナイトメア可愛いからね。私ね、すごいランドで新しい被り物を買うのがちょっともったいないと思っちゃうのよ、いつも。だから私いつもこのお花柄のね、いつも同じものをしてるんですけれども、まあ、今回はまあいっかなみたいな思って、まあ、新しいの出たしっていうので買おうと思って店員さんに聞いたら、すいません売り切れてます、そちら在庫切れでございますって言われて、マジみたいな。私これ持ってかなかったよ、何なんだか。で思ったんだけどさ、これ前日にねカメラの三脚にこう立ててね、リセッチュプンプンプンって感じでね、朝まで放置してたのにもかかわらず持ってかなかったっていうね。車の中ではかぶってたんだけど、車に置いてっちゃって、え、マジかどうしようと思って、その時ほんと耳何も持ってかなくって、もうめっちゃ落ち込んだの。すごい落ち込んで落ち込んで、え、どうしようどうしようと思って、なんかちょっとキャラクターの名前は分かんないけど、あ、ディズニーのやつだねっていうヘアバンドを買いました、こちら。はい、ということで今カチューシャ買ったんですけども、ノイノはベイマックスがなくって、何これ毎朝ね顔洗う時にヘアバンドマルセントしてるので、次からこの子にしてあげようかなみたいな感じで買いました。耳邪魔じゃない？耳邪魔だよねでも可愛いからいいかなみたいな感じで買いました。こちら1600円します。
もうなんで名爆しなかったの。寒かっただから、これなんで C にこれをしてったかっていうのもサウナ対策なわけよ。これめっちゃあったかいからね、耳まで隠れて。そっちの方があったかいけど、まああったかい、あったかい。あと外してくださいって言われるのなくない？そう、バンドだとね、外してくださいっていうのない。あ、めっちゃいいじゃん。ベイマックス被るためにポニーテールで行ったのに、まあヘアバンドだしポニーテールしてまんま見ないなと思って髪の毛下ろしてました。どうですか、似合ってますか？イエイイエイ。この方はもう毎回毎回ね、流行りのものを買っておるんです。どうぞ紹介してください。私はこちら1500円のミッキーです。はい、ということで今カチューシャ買ったんですけども、なんかちょっと聞いてください、これ前になっちゃうんでしょう。1500円のミッキーです。これはですね、結構いろんな方、YouTuber さんで、うちが結構好きな雰囲気の Vlog を撮ってる感じの方が、これでこう、ここだけ映して、めちゃくちゃ可愛いなと思ったんですけども、一個ちょっとやっぱデメリットありまして、はい、手が下がっちゃう。ああ、ブブブブブ、ちょっと手。ブンブンブン。そういうことじゃなくて、この手がもともとこう、下がっちゃってるから、ちょっと後ろにしないといけないんですよ。でもこうやってたら、ここが見えてなんか変なんですよ。だからこうするんですけど、やっぱちょっと。下には下がっちゃうかなって感じ。確かに今はもうマジでいい。これモンスターズインクで言われたよ。あね、3番目のお嬢ちゃん、頭の上にモンスターいるけど大丈夫？そうモンスターじゃない、主だからね。そうパークの主だから、そんなこと言ったら本当に叩かれちゃう。怖い怖い、クビクビチョッキンって。3代目のお嬢さん、あんた頭にモンスター乗ってるよ。足元に気をつけて歩いてください。ありがとうございました。また会いましょう。ということで、私3番目のお嬢ちゃんだったんですけども、どっちがモンスターなのかわからないっていう。知らない。頭にモンスターついてるでしょ。うん。ミッキーの手でした。そこのね、一番お偉いさんなんで、あんまりそういうことやらない方がいいかもしれないよね。はい、じゃあ次を紹介したいと思います。はい、あなたからどうぞ。はい、私から紹介します。まずですね、ディズニーランド寒すぎてこちら見てください。全然ディズニー関係ない手袋買いました。あ、うちも手袋あるよ、ちょっと持ってくる。え、あ、そうだよ。ディズニーランドってなんかすごいおしゃれなお洋服屋さんみたいなお店があるんですよ、ビッグサンダーマウンテンの方に。そこのおしゃれなお店でこちらの手袋を買いました。私今年手袋買ってなかったし、去年の手袋とかどこにあるか全然わかんないんで、ちょうどいいと思って買いました。紫色なの、紫色ね、ラスト1個で、そう可愛いなって思ってつけてます。あ、ちなみにこれスマホいじれません。すごくあったかかった、これ。やっぱね、手袋すると全然違う。じゃあもう次も紹介しちゃいますね。続いてなんですけれども、私がですね、ずっと欲しかったのはこちら。でれん。ビッグサンダーマウンテンのマウンテンです。あ、マウンテンじゃない方。マウンテンじゃない方。乗り物でございます。ビッグサンダーマウンテン買いました。2200円。安全バー下がんない、これ下がんないか、安全バーないわ。あるよ。前からノイロン番組を見てくれてる方は分かると思うんですけれども、ディズニーの乗り物が大好きなんですね。でビッグサンダーマウンテンが出たというのを聞いて、視聴者さんがいつも教えてくれるんですよ、ありがたいことに。本当ありがとうございます。もういつも視聴者さんから情報を得ているんですけれども、出たというのを聞きまして、あ、これ買わなきゃと思って、もう次ディズニー行った時は買おうと思って買いました。これすごく可愛いんですけど、個人的に安全バーが大好きで、安全バーが下がってたらよかったなと思ったんですけど、下がらなくて、はい、でも可愛いです。こんな感じで、でね、これ自分でつなげる感じですって。あ、全然つなげるって言ってもカチッとかいう感じじゃないわ、ポンだけだ。すごい可愛いビッグサンダーマウンテンだ。ビッグサンダーマウンテン大好き。怖くないからね。いいね。あ、うちらだけで世間にたの。なんかモンスターズインクの時は、このモンスターズインク乗る前の放送で、今そういう時期だからあんま叫ばないでくださいって言ったんだけれども、別に他のアトラクションでは言われてないっていうね。シーンに関してはうち聞いたもん、タワーオブテラーで。聞いたでしょ。叫んでいいんですかって言ったら、うんうんうん、どうぞ叫んでください。ということで、こちらのビッグサンダーマウンテンをご購入いたしました。でですね、もう一つ買ったものがありまして、まあ、乗り物系なんですけれども、こちらでね、先ほどもお話にありましたモンスターズインクちゃん、すいません値段忘れてました。こちらですね、おいくら前だと思いますか？バカ高いですね。ビッグサンダーマウンテン2200円。2200円です。ちなみに今のところ私が一番好きなのは、東京のやつだとビッグサンダーマウンテンが一番なんか好きなんだよね。あとまあセンターオブジャースも好きって言いながらも、この人一回も乗ってないから、はい、乗れないけど乗り物見るのは好きなんだよね。私絶叫系の
乗り物が好きなんですけれども、でもちょっとこれはめちゃめちゃ可愛くて買いたいと思って買っちゃいました。1800円のモンスターズインクの乗り物です。これはめっちゃ可愛くない？何千場所なんだから。これは魚そう。でもなんか回転するみたいな。でしかもね、あ、ちゃんとピクサーって書いてある。新しい乗り物、ベイマックスと美女と野獣、美女と野獣の乗り物ももう販売されてたんだけど、まだ乗ってないし全然わかんないから買うのやめました。なんか夜になった瞬間、うん、めちゃくちゃいろんな人が乗り物に入るわけよ。スタンバイなしで今プーさんのハニーハントが行けて、でスペース行けんじゃないかなと思って店員さんに聞いたら、スペース行きますって言われたから、あ、キャストさんね、急がないと。今40分、25分待ちです。もうスタンバイチケットいりませんって言われました。ちなみにただいまの時刻20時43分、9時以降も入れちゃうよみたいな。スペースマウンテンは暗闇をハイスピードで急旋回、急上昇、急降下、急停止する、スリリングで揺れの激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。そう、今なんかディズニースタンバイパスっていうのがあって、混んでる乗り物はそれがないと乗れないようになってるんだけれども、夜になった瞬間みんながスタンバイパスの人数じゃないぐらいの人がどんどん入ってって、えっ、どういうことって思ったら、店員さんに聞いたら今の時間帯もよ、キャストさんに聞いたら、あ、そう、ごめんなさい、キャストさんに聞いたら今の時間帯からはスタンバイパスはいらないんですよって言われて、えっって思って、それプーさんのハニーハントのところに聞いたのよ。でプーさんの店員さんに、プーさんのキャストさんに、すいません、スペースマウンテンってスタンバイパスいりますかとか聞いちゃって、あ、いらないですよって言って、え、いいんですかとか言って、こう走っていくっていう、すごい失礼なことをしてしまいました。普通に考えてこれワンチャン美女と野獣とかも乗れるんじゃないとか思ったの、うん、でも結局うちらは美女と野獣は、まあ、いつか乗れるでしょうとか言いながら普通にスペースマウンテン、はい、私スペースマウンテンしか勝たんっていう人なんで、あの、お願いだからスペースマウンテン乗り物出してほしい。私スペースマウンテン、あのシンプルなジェットコースター大好きなので、うち思ったの、最後に言っていい、うん、何、あのベイマックスのところさ、うん、みんな外なのがこうやって踊ってる。そうそう、ベイマックスびっくりしすぎた。 まあすごい、あのね、クラブ、ディズニーにクラブできて、マジクラブだった。もうみんななんかデレッデッデッつって、みんな踊っちゃってて、みんな踊っちゃってんの、クラブだよね、うん、これ2台ついてて、でなおかつここがこうくるくる回るよっていうものでございます。コーヒーカップもあった。そう、コーヒーカップもあった。で、すごく悩んで今回こちら2個買いました。なんなら全部取れればいい。でもやっぱ欲しいものしか欲しくないから、乗り物系でも割とね、ジェットコースター感が強い乗り物が大好きなの。センターオブジェアスも乗った民からすると、鼻水出てきちゃう。乗った民からするとすごいジェットコースター感強いな。でスプラッシュマウンテンなんかもうああいうの大好きな。ボート系の乗り物マジ好き。うちさあれ出てほしい、あのカリブの、ね、思った。カリブさ、あれさ、すごいシンプルで多分出そうに出せないような感じのね乗り物なのよ。だけど私はあれが大好きだから出してほしい。やっぱスペースマウンテンもそうなの。スペースマウンテンもマジジェットコースターなの。こんな可愛い感じのジェットコースターじゃなくて、ガチでもザジェットコースターだから、なんかもう富士急ハイランドぐらいのレベルのジェットコースターなのよ。すいません、私出したのごめんなさい。そういう感じのジェットコースターだから、ディズニーも出そう出せないし、可愛くないと思ってると思うの、ディズニー的にも。可愛いよ。でも私たちからしてみれば全然可愛いし、逆にそっち系のガチのジェットコースターとか、ガチのもうボートみたいなの出してほしい。これは以上です。ありがとうございます。しかもさ、水で走らせるとかさ、そしたら多分値段高くなるし、物もでかくなると思う。あ、あれ出してほしい。そう、あのさ、ろうそくチャキってやってさ、あのポリュン出てくるやつ、あれ大好きなんだよ。ごめんなさい、もういいですこの話。はい、じゃあ続いてこちら、ででん、ベル乗ってないけどベルのバラ、こちら2300円でございます。それではご唱和ください。地球は違う歌手歌がわかんない。バラを買いました。部屋に飾りたくて買っちゃいました。加えたらいいと思う。ほんと汚いはい、こちらのバラでございます。こちら2300円でした。で、ラストサムネとかに使いたいなと思って、こちらポストカードを買いました。250円。50円。はい、どうぞ。私はまずこちら手袋を買いました。その日私は調子乗って上着をいらないってパピコのリュックにボンって入れて、本当にこの服装のままで行って、下もねスカートで足出してて、寒すぎて足は寒くないんだよ、手が寒かったので、これを買いました。これミニもありました。安っ、はい、安っ。はい、ということで
ちょっと動画途中なんですけれども、購入品ちょっと大量でして日本に置かれます。ということで今回はドレノンバージョンでした。次回ね、ほのぼのが購入したものを購入品紹介してますので楽しみにしててください。やっぱディズニーの購入品紹介好きだと思うヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ほのぼのの買ったもの楽しみだなって思ってるヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではちょ、バイバイ、バイちゃん。低くなり響く音、透明。